アメリカの1月から3月期の実質 GDP 国内総生産の改定値は前の期と比べて年率換算で 1.5% のマイナスとなり、速報値から下方修正されました。オミクロン株の流行などの影響で2020年4月から6月期以来7四半期ぶりのマイナス成長となりました。住宅投資などが速報値から引き下げられたほか、輸入が上方修正され全体を押し下げました。